寝汗用ヒヨンです。突然なんですけど、皆様にご報告がございます。私ヒヨン結婚をしました。突然のご報告になって驚いた方もいるんじゃないかなって思うんですけど、順を追って説明をさせていただきたいので、すべこべとかではないんですけど、始めますか。それではスタート。ということで、今回は皆様にご報告動画になります。タラン。で、今ちょっとね、マネージャーさんが目の前にいるんですけど、実はこの動画をね、もうちょっと前に撮影をしてたんですね。で、私一人で撮影をしてた時にちゃんと言えてるのかなっていう心配不安が出てきてしまって、突然ですが私ヒヨン結婚をしました。改めてマネージャーさんについてもらって撮影をしてるっていう感じになります。ありがとうございます。結構 DM とかコメントで、そろそろ結婚かなとか皆様が言ってくださって、めちゃくちゃな突然ではないのかなって思うんですけど、早いんじゃないかっていうので、みんながびっくりするんじゃないかなって思い、順を追って説明したいなと思ってこの動画を撮っております。コロナとかのこともいろいろあったり、両家顔合わせ実はまだできてないんですよ。親族の方たちにまずやっぱ挨拶をしたかったので、顔合わせは日にちが決まったので、この動画配信されてる頃にはもうやってますね。今こうやって言えてすごく嬉しいし、で、私のお友達直接言うのが一番だったとは思うんですけど、会えなかったり、いろんなものの時期がぐわーってなってて言えなかったこともあって、この動画で知ることになってしまったら直接言えなくて本当に申し訳ございません。お相手の方は前に動画を出させていただいたクリスマスデートの時の方です。通称ゴリ君ですね。お付き合いしました動画からこの結婚のご報告動画までが結構本当に短いので、早っって多分みんな思うと思うんですけど、大前提やっぱり彼との友達期間もすごい長かったし、そもそも付き合う時にもう結婚前提でっていう話をしてたので、テンポよくというか自然と結婚の話はちょくちょく会話で出てたっていう感じで、まあ、時期は関係ないよねっていうことで早くプロポーズをしてくれたっていう感じです。彼との出会いは友達のご紹介っていう感じです。友達とみんなでご飯行こうっていう4人だったんですけど、その4人で集まった時に彼がいたっていう感じです。そこからもう本当に友達期間が長いというか、みんなでご飯しようっていう会を本当にたくさんして、彼のある程度の性格っていうのはこんな感じなんだって分かりつつ、初めて2人でご飯行った時にちょっとと見方が変わったというか、あれみたいなときめきっていう感じを感じたっていう感じです。ここにときめき、いきなりすいませんここにときめきを感じたんですか。完全なる友達ではやっぱりないのはあって、それはどういうことかというと、やっぱあっちがめちゃくちゃ誘ってくれたりしてたので、まあ好意はあるというか、好きでいてくれてるんだなっていうのは感じつつ、私は最初はなんか友達っていう感じだったから、なんかみんなでご飯を行ってたっていう感じなんですけど、初めて2人でご飯行った時に友達では感じないキュンみたいなあるじゃん、わかる？友達だと思ってたのに、なんだこの気持ちみたいなそこから一気にガラって変わったかも。早かった？その異性として見てから付き合うまで、うん、いや早くはないと思う。そこからまた5ヶ月ぐらい。それこそ私がそもそももう次付き合う人は結婚したいっていうことが大きかったから、慎重になってたっていうのはあるかも。正直めちゃくちゃ言ってたじゃん、絶対次結婚する。だからこういう観念っていうか、そういう考え方って人それぞれだと思うから、なんかそういうがんじがらめに考えるのも良くないって思う方もいるかもしれないんですけど、私的に結婚の方に意識を向けないとただのときめきで付き合っちゃうから、結婚っていう意識本当に自分の中で知ってて慎重だったっていうのがあるかな。マナちゃんには全部話してるんだよ私ゴリ君はどんな人？本当に優しい、器が大きい、とんでもない器をしてるなっていう方でして、ディズニーのデート動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、包み込んでくれるというか、本当ありがとうって思うし、なんかそういうのをいつも思わせてくれるような、結構自分がある
っていうのも尊敬できる。仕事してる姿見るとやっぱ叶わないっていうか、なんて言ったら私も3つ下だし、どっちかっていうとさ、お姉ちゃんなわけじゃん。だけどやっぱ何も口出しできないって思う。尊敬するなって思う。あとね、アボジに似てる、めちゃくちゃ。性格は？うん、性格もそうだし、その雰囲気とかもそうだし、うん、たまにその彼のことをアボジって呼んじゃうの。で、そしたら彼がアボジじゃないって、なんかさすがにさ、年も下なのにさ、アボジって言われたらちょっとあれじゃん。でもアボジね、ほんと似てる。アボジもめちゃくちゃポジティブなんだけど、うん、なんかそういうところとか、オンマとアボジが関係性似てるんじゃない？めちゃくちゃ似てる、うん、違和感がないというか。素敵な彼からプロポーズされたとお伺いしましたけれども、はい、プロポーズの日は何かあったら教えてください。私がその彼に対してお祝いしてあげたいイベントがあって、もともとそのお祝いをするって言ってたの。一緒に夜ご飯食べに行って、で私その時ホテルをさ取ってたのよ。どこのホテルを取るかも伝えちゃってて、サプライズをしたかったから、そのホテルの方にあのサプライズの飾り付けとかってお願いできるんですかっていうの話をしたらその時できないって言われたの。私その夜ご飯までにお仕事があったから、自分で飾り付けに行けないから、まあそこは諦めようと思って、普通に夜ご飯食べた後にホテルに行って、部屋入った瞬間に飾り付けがしてあって、えって思って、ホテルの人私にサプライズしてくれたのみたいな、で私にサプライズみたいな感じで思って、何って入ってったら、それはそのゴリ君がやってて、サプライズてか飾り付けで、でそこで結婚してくださいっていうあのやつと、108本のバラがあって、そう、なんか108本がなんか永遠の愛みたいな感じらしい。えーみたいな。それがプロポーズの日までめちゃめちゃびっくりしたこと。それの裏話があって、えその時の仕事一緒にしてたやん。うんうんうん。でこれからゴリ君のお祝いしに行くみたいな、うん、言ってた時に、うん、あれプロポーズされそうって、うん、思ってて。マジ、うん、全く気づかなかったなんかプロポーズされそうやなと思って、うん、次の日まちょっと連絡待っとくかと思ったら、うん、ね、プロポーズされたって来たから、うん、あ、やっぱされたんやさ、すごいね、さすがだよね。何でも見通しだわあなたは何にも気づかなくて、なんなら本当にプロポーズっていうか結婚する気あんのかなって思ってたから、言葉では言ってくれるものの、なんかその素振りをね本当に見せなかったの。本当なのってずっと思ってたら、あらまあっていう感じでしたね。で、彼は一般の方なので今後顔出しとかはしないんですけど、今ね結婚してあの一緒に暮らしてるので、彼のものだったりそういう映り込みとか、まあ、一緒にあの遊びに行った時の Vlog とかは撮るので、まあ、こういう出演とかはするのかなって思っております。で今彼と過ごす時間も多いし、結構外も行くので、私と彼がいる時にあの分かってくれて声かけていただけることとかはすごく嬉しいし、むしろ声かけてくださいっていう感じなんですけど、わからないとこでパシャンみたいな感じはやっぱゴリ君もちょっとかわいそうだなっていうところがあるので、そういうのはなかったら嬉しいなって思います。ご理解いただけると嬉しいです。でお家なんですけど、私のその契約期間もまだあるっていうことと、ちょうど彼のお家の契約期間が切れる頃だったので、じゃあ私のこのお家に一緒に住もうってことで、多分お引越しとかは来年とかで考えてるので、一旦はここに一緒に住みます。今後のひよんチャンネルに関しては、今まで通り女の子のためになる全ての情報を発信していけるように頑張るので、これからも何卒よろしくお願いします。基本的に私しか出ないんですけど、たまにねちょっと日常のルーティンとか撮るときはその彼がいるかもしれないんですけど、ご了承ください。そしてまあ今後の私自身の目標としては、やっぱりまあひよんチャンネルを見てくださってる方に変わらずいい情報を共有していきたいなって思うので、引き続き頑張ろうって思ってるんですけど、ママにもなりたいっていう夢があるので、そういう環境が変わったりちょっと変わるものがあるかもしれないんですけど、それもみんながなんか楽しく見てくれたり、まあそれこそその時々にあった情報だったり、なんか私が思ってることとかもいろいろ発信できたらいいなって思うので、楽しく見届けていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回はこういう風にねご結婚のご報告をさせていただいたんですけど、やっぱり私同棲とかも初めてだし、今までの一人とは違ういろんなことが起こるかもしれないんですけど、二人で力を合わせて
幸せに暮らしていきたいと思うので見届けていただけると嬉しいのと、本当に私が料理とかも本当しなくて至らない点もね多いと思うんですけど、みんなのアドバイスもいただきながらこれからも成長していきたいので、ひよん並びにひよんチャンネル、これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。クローンアンニョン。でもごめんなさい、なんかこの動画を撮るにあたっていろいろ考えてたんですけど、ちょっとすごく汗をかいており